ウェザーニュースキャスターの眞家泉が22日月曜日の天気をお伝えします。日中は気温が上がるところが多くなりそうです。特に東日本から西日本にかけては25度前後もしくはそれ以上の気温も予想されています。春から初夏にかけての陽気となりそうですので、朝晩と昼間の寒暖差には注意をしてください。さあ、そしてお天気見ていきますと、日差しが期待できるところが多くなる予想です。ただ北海道道東エリアは雨の心配がありそう。また関東や静岡県、山梨県内などは雲が広がりやすく、こちらもにわか雨の可能性がありそうです。西日本は朝は雲が多く、だんだんと晴れるところが多くなりますが、特に太平洋側、山沿いの地域を中心ににわか雨に注意をしてください。東北では桜が見ごろを迎えているところもありますね。ぜひ春の景色お楽しみください。以上、22日月曜日の全国の天気をお伝えしました。